皆さんこんにちは、ベーシストの藤井一郎です。本日の動画はですね、ベースの弾き方ド基礎編ということでやっていきたいと思います。はい、ですね、僕、オンラインのですね、ベーススクールを始めたんですけど、そこでですね、藤井さんのレッスンを受けるためにベース買いましたみたいな方がですね、ちょいちょいいらっしゃってですね、本当にもうありがとうございますって感じなんですけど、もう僕としてもちょっとプレッシャーみたいな、ちゃんとお教えしないとみたいな気持ちでですね、本当にもう初心に帰ってじゃないですけど、本当にもうベース買って初めて弾くっていうとですね、右も左もわからないと思うんでですね、そんな方にですね、ちょっとざっくりめではあるんですけど、もうしっかりとしたそのベースの弾き方っていうのの、基礎の基礎っていうのをですね、ちょっと改めてこう動画にまとめましたので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いってみましょう。このチャンネルではベーシストやミュージシャンに役立つ情報を随時配信していきますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録してご覧ください。それとチャンネルメンバーシップやですね、あとオンラインのベーススクールなんかも始めたので、興味ある方は概要欄見てください。はい、ということでですね、早速始めていきたいと思うんですけど、まずですね、ベース弾く場合ですね、本当にスラップとかピック弾きとかいろいろあるんですけど、基本的にはですね、もうこの2フィンガーピッキングと言われる指弾きですね、この人差し指と中指を使ってこう指で弾く方法ですね。こういうやつなんですけど、これが基本になるのでですね、まずこの2フィンガーピッキングの弾き方を解説していきたいと思います。まずですね、手の力、もう手首から先の力を全部抜いてください。はい、全部抜いてダラーンとさせてください。はい、しました。じゃあこうやってもうちょっと手を上げてください。はーいみたいな、もうここ手首から先はこう力抜いたままですよ。ではーいってこう手首からで、この手を上げている状態からですね、だんだんこう下げていってですね、そしてこの親指をですね、このピックアップの上に親指乗せます。はい、でまだここ手力抜いたままです。じゃあ人差し指をですね、この一番細い弦、一弦ですね、この一弦の上にこう置いてください。力抜いたまま、はい、そしてちょっとだけ人差し指に力入れて、こういう方向に人差し指をこう動かす。わかります？こういう方向に人差し指を動かす。はい。これがですね、2フィンガーピッキングの基本的な弾き方になるわけですよ。他の動画でも解説してるんですけど、例えばここのベースのここにめっちゃホコリが積もってるのを想像してください。もうめっちゃホコリが積もってます。で、ホコリを拭うときにこうやるじゃないですか。こうね。中指でもうえーみたいな、この感じをですね、この弦の上にじゃあホコリが積もってると思って人差し指で拭うと、うえーみたいな、もう人差し指と中指でこの弦の上をこう触ってこう鳴らす。はい、これがね、基本的なこの2フィンガーピッキングの力の入れ方なんですよね。はい、よくね、初心者の方が例えば初めてベースを持ってですね、2フィンガーピッキングやろうとすると、なんかこうやったりとかめっちゃするんですよ。こう引っ掛けてこう弾こうとするんですけど、これね、こういう方向に弦を動かすんじゃなくて、こういう方向に動かしたいんですね。こういうボディと平行にっていうんですか。なので、はい、まずはこういう風にこう力を抜いてダラーンと刺して、親指をここにピックアップの上に乗っけて、ホコリを拭うように、はい、これが基本的な弾き方になります。はい、そしてですね、人差し指と中指を交互に弾くことをオルタネイトって言うんですけど、このオルタネイトでこうやって弾いてもいいですし、もしくは人差し指だけで弾いてもいいですし、中指だけで弾いてもいいです。はい、この辺はですね、フレーズによって臨機応変に使い分けるのが本当は良くてですね、なんですけど、オルタネイトの方が早いフレーズが弾きやすいじゃないですか。なので、このピッキングはマスターしていただきたいなと思います。そして今度左手の押さえ方について解説していきたいと思います。ぶっちゃけね、左手の押さえ方はですね、いい音が出れば何でもいいんですよ。はい、もう本当乱暴に言いますけど、いい音出れば何でもいいんです。例えばですけど、じゃあ親指でこうやって押さえたっていい音出ればそれでいいんですよ。もうその人がもうこれが最高に押さえやすいぜっていうんだったら全然それでいいんですけど、
まあ現実問題ね、親指だとちょっと押さえづらいし、あんまり良い音が出ないんで、あんまりおすすめはしないです。で、例えばですけど、じゃあこうやってもうネックをギュッと握っちゃって、で、こうやってもうなんか指こうくっつけて、こうやって押さえるやり方あるんですけど、これね、全然いいんですよ。こうやって押さえちゃって全然いいんです。っていうか、むしろ、こうやって押さえた方が、しっかりとですね、まあ大きな力で押さえられて、そうするとまあ弦がしっかり押さえられるので、綺麗な音がするんですね。はい。なので、この押さえ方全然いいです。おすすめです。むしろ。ただですね、まあ、この押さえ方にもまあ欠点があってですね、じゃあこの押さえ方でドレミファソラシド弾いてみろって言われたらですね、まあ、こうなるわけです。はい、もうなんかめちゃくちゃぎこちないじゃないですか。はい、だからしっかり押さえられていい音が出るんですけど、要は速いパッセージに向かないわけですね。なので、まあそういう時はどうするかというと、このまあ指をこう開いてですね、まあ一本一本こう押さえるわけですよ。はい、こうするとまあ速いフレーズも弾きやすくなります。まあなんですけど、そのまあ曲によって、例えばですけど、じゃあこういうベースラインがあったとします。はい、こういうベースラインがあったとしたときに、指をですね、一本一本。ってやる必要全然ないんですよ。これだともう指がこの、一本で押さえてるから力もなんかギューってやんなきゃいけないし大変なんですけど、こういう場合はもうこうやって握っちゃって、はい、この方がもう楽だしいい音が出るんで、もうぜひこうやって押さえてください。で、気球はですね、まあこういう風にこうまあギュって押さえたりとか、あとまあ指を開いてこう弾いたりとか、こういうのをですね、まあ実際はその曲の中でもいろいろこう使い分けることがまあすごく大事なんですね。はい。なので絶対にこう指を開いて弾かなきゃいけないとか、なんかねそういう決まりはないので、もうとにかくね綺麗に弾ければ何でもいいっていうことだけ、まあちょっととりあえず覚えててください。それとですね、弦をですね押さえるときはですね、あのコツがあってですね、それはですね、このフレットのあのねギリギリのところを押さえてほしいんですよ。例えばここのじゃあ7フレット、3弦7フレットを押さえるんだったら、ここの3弦7フレットのギリギリのところにこう指を置いてほしいんですね。わかります？これ。はい。これなんでかっていうと、逆にこっちのフレットギリギリに押さえちゃうと、こうやって、あの変な音しちゃうんですよ。ビーンみたいな。あの要はね、音が鳴りにくくなっちゃうんですね。で、このフレットギリギリのところを押さえるのが一番ベースは綺麗な音がするので、ぜひね、このフレットギリギリのところを押さえる、あの癖をつけてください。これはもうこういう押さえ方だろうが、こういう押さえ方だろうが同じです。はい、ではですね、まあ、大体の右手の弾き方と左手の押さえ方、まあちょっと分かってもらえたと思うので、まあちょっと簡単なねフレーズを弾いてみたいと思います。まずどんなフレーズなのかちょっと弾いてみたいと思います。メトロノームを使います。はい、このメトロノームでですね、まあ今テンポ80でちょっと弾いてみます。1,2,3,4こんなフレーズです。右手はですね、もう握っちゃっていいです。はい。そして、3弦の3フレット、まず最初弾き押さえます。そして次5フレット、次7フレット、そして8フレットまでいったら、今度4弦の5フレット、で3フレット、そして1フレット、そして今度また3フレットに上がる。はい。これで1周ですね。で、右手はですね、今人差し指だけで弾きました。はい、なんですけど、まあ、これをですね3回1セットにしてですね、最初人差し指だけで弾きます。で、一周したら今度中指だけで、でまた一周したら今度はオルタネイト、人差し指と中指交互にですね、
まあ、こんなね、まあ、ちょっとしたまあ練習曲なのでですね、この後ですね、これをまあつるっと僕が弾いてみるのでですね、皆さんもちょっと一緒に練習してみてください。本日の動画は以上となります。いかがでしたでしょうか。はい、もうね、ちょっと駆け足で解説してきたんですけれどもですね、もっとですね、右手の弾き方とかですね、左手の押さえ方についてはですね、まあ、詳しく解説している動画があるのでですね、それも概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらも見て、しっかり基礎をですね、もう本当にね、もう最初がめちゃくちゃ大事なのでですね、我流で変な癖がつく前にですね、もうしっかりと基本的な弾き方覚えてください。このチャンネルではベーシストやミュージシャンに役立つ情報を随時配信していきますので、よかったらチャンネル登録と高評価ボタンを押してもらえたら嬉しいです。それとですね、コメント欄に動画の感想や疑問質問などあればどしどし書き込んでいただければ僕お返事しますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。